こんばんは。鳥と生きる公園から自然との共存共生を伝える男、羽賀秀樹です。映りますか？今の時間では顔が映らないので、富士山です。上に傘がかかってますね。先ほどコメントで続編を待ってますって言われたので続編を言います。今日は何をしたかというと、いろんなことはしましたが、富士山が見える自然の中で、ゆっくり静かに、いわゆる瞑想のようなことをしながら、自分を産み育ててくれた人や自分のことを一生懸命考えてくれた人やお世話になった人などなど、感謝する感謝できる気持ちをですね、どんどん高めていくことでですね、いろんな人の顔が思い浮かびました。とってもたくさん思い浮かびました。そしてそれが次第に一人だけ、一番強く感じる人は誰ですかっていうような感じで、進んでいきました。するとですね、母親でした。お母さんですね、母親。やはりいろいろ迷惑をかけてきたし、まだ元気に暮らしていますので、お母さんが、母親が喜ぶようなことをしたくさんしてあげたいなという気持ちになりました。僕いつも言ってるんですよね、夫婦が大事だ、夫婦仲良くしよう、ちなみさんちなみさんって言ってるんですけど、もちろんです。でもですね、夫婦はですね、私の中でちなみさんはもう大事にしても愛おしい人なんですけれども、共に、今から、時代を築いていく仲間としても捉えています。これからと一緒に戦っていく、戦うわけではないんですが、一緒に過ごしていく仲間ですので、お母さん、お父さん、これまでのお世話になった人という括りではない、一対の反射鏡とも言われています。夫婦仲良くしていきたいなと思っています。でも今回感謝を告げたい人はお母さんでした。時には自己改革をしてみるのもいいんじゃないでしょうか。一度も顔を出さず夕暮れの富士山をバックにお届けしました。それでは